よりありましたけれど、あの試合に関しては大口を叩いて有言実行できなかった自分に対する悔しさがすごくあって、今もそれを強く思っている。だからこそもう一回見返してやりたいと思って、今ここまで作り上げてきた。今回はそれを披露できたらなって、必ずします、と、名誉挽回の試合にしたいとする。うさみに関しては、ボクシングも高校でしっかりやっていますし、 空手のバックボーンもあるので、立ち技にある程度適応できるから俺との試合を受けたと思う。ただ、キックボクシングではやってきた相手が違うし、俺も K1 王者になっているし、その辺は実力差をはっきり分からせてやろうと考えていますね、とする。今後に関しては、木村実しか見ていなかったので、試合はとりあえずこなしたいということで宇佐美くんが名乗りを上げてくれた。 多分、宇佐美くんも木村も兄弟分みたいな感じで同じチームなので、宇佐美くんをしっかり KO して木村実の足元に叩きつけてやろうと思いますね。OK、やはり木村戦を実現させたいとの意向のようだ。一方、キックボクシングルールでの試合を受けた理由を聞かれた宇佐美は、打撃が大好きなので。しかもちょうど安保選手が嫌いなのでいっぱい殴れるなと思って、笑 すごく面白い試合ができるんちゃうかなと思っています。自分のテクニックを見てほしい。小さい頃からボクシングもキックボクシングもやってきたので。自分のセンスをまだみんなに見てもらっていないところもいっぱいあるので、しっかりここで証明して。俺を倒すと言ってるんですけれど、帰り討ちにして腹で沈めてやろうかなと思っています。と不敵な笑みを浮かべる。わかりやすすぎるから絶対に当たらんから、と。 当たらないと反撃。うさみは、こうやってすぐに焦って言うでしょう。落ち着いたらいいんですよ、ほんまに。とりあえず言ってるんですけれど、当日結果が出るので皆さん楽しみにしていてください、という。安保が、左ボディに思いっきり顔面膝合わせてやる、といえば、うさみは、それじゃあ逆にそれ、俺がやったるわ、と返す。絶戦を展開しながらも、 試合が楽しみで仕方がないといった様子が見えた両者。雷神ならではの試合となりそうだ。